はい、6月23日、午前11時ですね。午前中にね、ちょっとね、しげちゃんとやっちゃんの T シャツをね、買ってきましたね。500円でね、結構いいやつがあったんでね、2枚ずつ買ってきました。まずは、しげちゃんですね。LL サイズのしげちゃんの T シャツ。こちらですね。しげちゃんはね、やっぱブルーが似合うんで、こういうの。もう T シャツでね、ブルーのやつがね、なくなっちゃったんで、ちょうど2枚、夏っぽいね、海っぽい T シャツ見つけました。買いました。そして、入院してるやっちゃんですけどね、まず、パンツですね、4枚。これは紹介しませんけどもね。同じデザインの色違いでこれ絶対着てくれると思ったんで買いました。やっちゃんの場合ね、デザインが気に入らないとね、いくら言っても着てくれないんでね、選ぶの慎重になってるわけですけど、これならね、大丈夫です。で、母親にも見せました、先ほど。そしたらこれなら着てくれるって言ってくれたんで、これと同じデザインの色違いのやつね。こちら。どうですか ?500 円にしては結構ね、デザインもまあまあ、いい感じかな。シンプルな感じでね。いい買い物ができました。僕の T シャツはね、結局買わなかったかな。はい。そんな感じです。また何か買ったら紹介しますね。ということで、現場からは以上です。はい、基本処理です。いつもありがとうございます。5月25日、午後5時ですけどもね、晩ご飯を作っていこうと思います。新メニューをね、作ろうと思います。この厚揚げですね。厚揚げを買ってきたんでね、これを作ってみようと思います。豚バラと厚揚げの味噌炒めということでね、キャベツを入れますね。あとはレシピ通りね、簡単に作れそうなんで、やってみたいと思います。母親にもね、美味しく食べてもらえればと思ってます。ということで、やっていきます。はい、レシピは2人分ですけどね、その倍ですね。厚揚げがね、200g があるんで、倍作っていこうと思います。ということで、味噌ですね。味噌を、大さじ、1のところを2ぐらいということで、これぐらいかな。大さじ2。お酒が、大さじ1ということなんで、2ですね。1、2、ちょっと入れすぎちゃった。みりんも大さじ2。2。醤油が小さじ2になってますんで。まあ大さじ2ぐらいかな。で、砂糖が小さじ2ということで。はい、これぐらいでいいでしょう。これだけね、最後に入れるソースになるんでね、ちょっとうまいこと溶かしときましょう、味噌を。だいぶね、貝も慣れてきましたね。ちょっと1ヶ月ぐらい前とかね、結構ね、しんどかった時があるんですね。夜中起こされてね、いろいろ、あだこうだ、痛いって言われてね、さすったり、いろいろしてたんだけどね、だいぶ落ち着いてきまして、それもね、僕の方も慣れてきて、まあ、お薬のね、飲ますタイミングとかそういうのも慣れてきたんで、なんとか管理できてますね。はい。3。
4枚でいいかな。はい。結構キャベツ多いね。豚こまになってたからね、結構、小さく切っちゃいますね。はい、これぐらいでしょう。厚揚げは、一口大って書いてあったんで、こんなもんかな。はい、これで。豚肉とね、キャベツを、まずは火を通しますね。母親はね、もうだいぶ料理はしなくなりましたというか、家事、1歳から、引退ですね。また元気になったらね、場合によっては、やってもらいたいなと思いますけどね。母親がね、料理してるところを見るのが好きっていうね、このチャンネルのファンの方もいらっしゃるんで、なんとか、も母親もね、元気になってもらって、またね、料理作ってもらって、ね、カメラの前に登場してほしいですね。はい。厚揚げ入れてきます。はい。炒め合わせるって書いてあるね。火が通ったら合わせておいたって書いてあるから、まあ、火が通ればいいわけだね。はい。じゃあ、これ入れてきますか。はい、タレを入れてきます。ちょっと少ないかな、タレ。大丈夫かな。見た目美味しそうだけど、どうかな。うん。あ、食べれる食べれる。もう何も手を加えない方がいいな。このまんまちょっと。はい。出来上がりということで。4人分だもんね。結構ある。白菜の浅漬け。豚こま。厚揚げの甘辛炒め。これどんな味かちょっと食べてみて。美味しければちょっとおかわりしてもいいで。どうですか？おいしい。おいしい？うん。よかったね。おいしければいいわ。いただきます。いただきます。初めて作ったやつだぜ、これ。あ、これから俺、厚揚げを材料に入れた、料理作ってみるわ。厚揚げ？
うん。美味しい美味しい。うまいことできた。どうやってやった？炒めに。スマホでね。ん？スマホでね。うん。こういう感じで、ね、出るわけ、レシピが。これは2人分だけどね、うん、今回4人分作ったの、うん。キャベツとか味噌とかの分量が全部載ってるわけ。あとは、炒めて、うん、で、最後にこのソースね、合わせソースを投入するだけ。うん、なかなかそういうの今ね、スマホで見れるようになったもんで。うん、これも美味しい。白菜の浅漬け、うん、久しぶりに白菜の浅漬け、うん、これ美味しい。よかった今日、気まぐれで厚揚げ買っといて、うん、おかわりして食べちゃう。まあまあうまいね、本当に。こんなに、美味しくできると思わなかった。これおかわりする。まだたくさんある。浅漬けもうまくできたし、ちょうどいい塩加減、うん、料理のレパートリー増えてくな、こうやってやっていけば。今日みたいな感じで今日はどうでした？調子よく過ごせた？まあまあ、まあ、辛い時もあるけどね、それ、うん、時々痙攣みたいに起こるもんじゃ、うん、痛みがね、ピリピリね。昨日よりは良くなってるね。ちょっとずつだけど。同じ、うん、ごちそうさまでした。梅干しとかあるよ。ご飯はだから結構残すほどまずかないもんね。梅干しはどう？ここ入れて。はい。
まだこれだけ残ってる、これ。うん。美味しく煮えたね。美味しく煮えた。明日お母さん朝食べてもらってもいいしね。うん。はい、お疲れ様でした。お薬飲み終わりました。ねえ、大変だね、その量が多くて毎日。え？お薬の量が多くて大変だっていうこと。うん。ねえ、よくぞ飲みましたと。